生き物の不思議、水族館の裏側を探るワクワクマリンピア。今ちょうど30周年で館内探検のスタンプラリーっていうのをやってて、はい、マリンピアの展示ってゾーンに分かれてるんだけど、そのゾーンを代表する、まあ、大体何種か9種か9種を選んでスタンプラリーをやってるんですよ。で松本さんはその対象の動物を、写真に撮ってもらって図鑑を作ってもらう、ちょっと高度なことをやってもらおうかなと思ってます。オリジナルの作品を作っていくわけですね。現在マリンピア日本海では開館30周年を記念した館内探検スタンプラリーを行っています。館内9カ所に置かれた30周年の特別解説を巡りながらスタンプを集めるイベントです。今回のワクワクマリンピアではこのスタンプラリーをさらに深掘りします。スタンプの絵柄の生き物を松本アナウンサーが実際にカメラで撮影、松本さんが取材を通したオリジナル図鑑を編集制作します。まず初めに取材するのはスタンプ大使の A コブダイです。向かった場所は日本海エリアの水槽前。さあ館長、まずはコブダイを目指してやってきました。はいはい、大水槽 の, あの浅い方のところにスロープがあるんですけど、コブダイ1個体の入れたので大きいやつを、はい、それを撮影していいなと思います。はい、スマートフォンのカメラを使って早速撮影開始。あ、お、出た。さあチャンスです。絶好の位置に現れたコブダイ、シャッターチャンス。早めに撮っといた方がいいかな。意外と難しい生き物の撮影、粘って納得がいくまで撮り続けます。どうだろう、うんうん、これなんかいい、あ、いいですかね。どうでしょう、最初の撮影にしてはなかなかじゃないですか。さてこちらのコブダイですが、佐渡の海にいるのは有名ですよね。見た目もユニークで、頭部のコブや突き出た下顎が特徴です。そしてなんとこのコブダイ、若いうちはメスで、大きくなるとオスへと性転換するという不思議な生態を持っているんだそうです。続いてやってきたのはマリンサファリ、ゴマフアザラシを撮影しますよ。館長から写真を撮る際のアドバイスなどをもらいながら撮影を進めます。カリフォルニアアシカもいるので間違えないよね。気をつけながら撮影しますね、はい、あの後足でこう描きながら泳ぐのがゴマフアザラシなので、うん、撮ってみてください。結構人懐っこいんでガラスのそばに来るかもしれません、はい。なんかどのあたりで撮るのがいいとかあります？うそうだね、こっちの角で止まってることが多いので、はい、ここで撮るのがいいかな。この、あ、ちょうど今いる、はい、うんうん。ゴマフアザラシは先ほどのコブダイに比べて動きが速いので、止まった瞬間を狙うか、それとも泳いでいる姿を収めるか。あ、連射したね。連射したんですけど、すごいお腹が、ちょっと見てください。あ、いいじゃん。どうですか、ちょっとブレてるけど、その全体のアザラシの体型とか、はい、泳ぎ方とか、はい、水中でのその角度の変え方とか、はい、割に いろんな情報が詰まってる、いい写真になったんじゃない。いい写真が撮れたところで取材も忘れずに。ゴマフアザラシはマリンピア日本海でも春先に繁殖が見られる年があります。3週間ほどで親子が離れて過ごす時間が長くなります。さあどんどん行きましょう。続いては実際に生き物に触れて学ぶことができるエリア、磯の体験水槽前にやってきました。次に写真を撮る生き物は糸巻き人で、うんうん、を、写真に撮りたいと思います。はい、あのここに触り方書いてあるけど、なるべく水中で、あとそっと触ろうということなので、はい、生き物にダメージがないように水の中で手に取り、糸巻き人での撮影に臨みます。せーの、いいですか、こうやって触
れるよと。おお、素晴らしい。いかがでしょう、うん、その観測の感じは何ともない、トゲトゲしてる、そんなに、うん、なんか警戒されてないみたいで、うん、こう痛いなとかもないですし、うん、こうずっとくっついてくるような感じもしない、うん、実際に触れて撮影ができたので楽にベストショットをいただきました。糸巻ヒトデは日本の沿岸で普通に見られるヒトデで、表面は少しざらついています。実際に触って写真を撮れるので、他の生き物とはちょっと違った角度で撮影が楽しめました。さてここからはハイライトでいきますよ。スタンプラリーではマイワシやフンボルトペンギン、アメリカビーバーなど館内のさまざまなところを見て回れるよう、幅広い種類の生き物がラインナップされています。それぞれ写真の撮り方を工夫したり、どんな生き物なのかを調べたりすると新しい発見があって楽しいですよ。こだわり出すと結構夢中になってしまいます。今年8月に生まれたカマイルカを撮影中、嬉しいサプライズも。撮影が難航していたら、やった、奇跡が起きた。ちょっとでもこの瞬間といいじゃん、ちょっといいよこれすごい、いいですか、うんうん、すごいすごい、これ誰か分かんないけど、これいいんじゃない、いいですか、楽しみ、うん、すごい、すごい、すごい、子供だよね今、はい子供です、うんうんうん、はい、図鑑作りをねぎらってくれたのか素敵な写真が撮れました。ここから図鑑のための写真と文章の編集を行います。1時間で撮影した写真は200枚以上。オリジナル台帳にお気に入りの写真を貼り付けていきます。このほかマリンピアのホームページにある生き物図鑑の情報や公式ツイッターから生き物の情報を貼り付け、最後に松本さんが取材した情報を手書きで書き入れます。コブダイは大きくなるとメスからオスに変わるんでしたよね。コブダイのページが出来上がりました。こんな感じに、じゃーん、出来上がりました。この台帳を全部で9枚作ります。できた台帳をそれぞれ並べてまとめるとオリジナル図鑑の完成です。どうでしょう、松本アナウンサー編集のオリジナル図鑑、かなり立派な感じになったのではないでしょうか。完成した図鑑は期間限定で館内に設置しますので、ぜひご覧ください。館長、図鑑が完成しました。はい、いいのができましたね。思ってたよりもだいぶいい図鑑ができたかなと思います。まあ、今回松本さんにチャレンジしてもらったんですけど、まあ、一般のお客さんでも自分の興味のある生き物を対象に図鑑を作ってもらうと、よりその生き物についての理解も深まるし、まあ、マリンピア日本海の楽しみ方としてもね、非常に面白い取り組みだと思いますから、ぜひ図鑑を作って生き物について理解を深めていただきたいというふうに思います。自分オリジナルのものを、ね、作ってもらうと、はいはいはい、またそういう楽しみも、ね、うん、広がりますね、はい、